ウラジーミル・ウラジーミロビチ・ヤクルシェフは、ロシアの法律家、銀行家、政治家。2020年11月9日より、ウラール連邦管区大統領全権代表。元建設住宅公共事業省。2005年から2018年まで、チュメニ州知事を務めた。バシコルトスタン共和国、ネフテカムスク出身。1986年から1988年まで、 兵役に着く。1993年チュメニ大学法学部を卒業する。同年6月27日にシシベリア商業銀行、ヤマロネネツ支店法律顧問として勤務。1994年同銀取締役代行を経て、1995年取締役。1997年には副頭取。チュメニ大学を修了しエコノミストの資格を取得する。 1998年4月29日討どりとなる。2001年6月13日チュメニ州副知事。2005年3月チュメニ市第一副市長。3月21日市長代行。2005年11月24日、チュメニ州知事に就任。2020年5月、ミハイル・ミシュスティング首相の新型コロナウイルス感染症感染が、 明らかになった直後にヤクウシェフも感染していたことが判明した。2020年11月9日の内閣改造で建設住宅公共事業所を外れ、ウラル連邦管区大統領全県代表に就任した。私生活では大学在学中結婚。夫人との間ににしあり、ありがとうございます。